ではで12レース特選走られます茨城の吉田拓也選手です。よろしくお願いします。お願いします。先日はインタビュー受けていただきありがとうございました。まあ、ちょっとそこでいろいろ振り返ってるんで皆さんにも見てもらえたらなって思います。はい、宮杯があって、だいたい9日ほどありましたけども、その間はどういう感じで過ごされましたか。まあ、ほぼ休みなく練習やってきた感じですね。状態面は今上向きですか。宮杯の時よりは疲れも取れていいと思います。今回兄弟3人での開催っていう風になるんですけども、でもこれ初めて。初めてですね。はい、どうですか、3人揃ってる感覚っていうのは。はいはい、騒がしいですね。騒がしいですね。特にまさし論が喋ってます。そう、私が一番騒がしいです。はい、今回特選なんですけど、すごい勢いのある若い選手が4人関東がいるんですけども、並びはどうなりましたでしょうか。はい、僕は大勢さんの後ろを回らせてもらいます。いきさつはどういう感じで。どっちが前でもいけるんですけど、大勢さんがマスイと勝負したいって、同期対決を。はい、で、僕は、それなら僕もつかせてもらいますって感じで。はい、わかりました。では最後に地元記念取りたいなっていう意気込みを。そうですね、あんまり気負わずに、気負ってもしょうがないんで、はい、チャンスあればしっかりものできるように頑張ります。お願いします。